よくまあとりあえずね、今日はすごいんですね。なんと初公開のねビデオプレゼントっていうのもあるし、マイケル・ジャクソンのメイキング・オブ・スリラー、それからスリラーのスリラーのねこうビデオを作ってるところの風景、そしてそのビデオをね、はい、それから名倉先生のそっくりグランプリもありますから、お楽しみに。はい、それでは早速始めたいと思います。東京ロック TV ドイアロー。この本田くんの友達と言って紹介したんですけど、ここで皆さんね、ご自身に自分たちは誰なのかを聞いてみたいと思います。ね、引き寄せた Hanoi Rocks ドイちょっとこう、うまくいきませんでしたけどね、ハノイロックスの皆さんがね今日はゲストに来てくれたんですけど、なんで本田くん知ってるの？前にレコーディングやってもらったりしたんです。参加してもらったんだ。エイミー笑っちゃう。なんで？ね、アンディにもね曲書いてもらったんですよ。ホントに？キーパーファイアバーン。はい、ということで、それではね、私の話どうなったの？はい、笑っちゃうのはね、先ほど背を比べたらずっと私より高いんですよ、うん、だこうして座ると私の方が高いとなぜかな、なんて思ったりしてますけどですね。それはなんか分かりますね、はいはい、言わなくてもね、皆さんにね、ご自身の自己紹介をしてもらいたいと思います。Can you introduce yourself? Right. I'm Mike Monroe, the lead singer.はい、And I'm Andrew McCoy. I'm trying to play guitar, but I really can't. It's out of tune mostly. はい。Oh. Oh, yeah, yeah. Nasty. Nasty. That's suicide. はい。はい。はい。このアルバムなんかこうあるんですよね。この中にはね、なんか60年代のパイプラインっていう曲があったでしょ。あのエレキブームの頃のヒット曲、あれが入ってるんですよ、まずオープニングで。で、なんかこう60年代の音楽っていうのがすごく好きなのかななんてちょっと聞いてみたいんですけど。そうですね。Within the album, you opened up the album with the pipeline. That's like the 60s. You like the 60s music? Yeah. Yeah, my mother's music.お母さんの頃の、ね、音楽だとか言ってますけど、やっぱり60年代の胸が痛んじゃうな、なんか。My mother used to have a lot of records, you know,、mm-hmm. and I used to listen around to them, Shangri-La's, Ronettes, Supremes, all this stuff, and I got hooked to it. Well, it came quite obvious I had to, because it was all she played. It was all, and it wasn't allowed to listen to my own records, I didn't listen to her records. あの、すごくね、彼のお母さんがね、すごく好きで、Supremes とかね。で、こうすごい、だからお母さんがそればっかりかけてるから、なんか知らずそれが受け入れて、どうしたんですか？お母さん？はい。お母さん、年の問題ですか、なぎらさん。なんかなぎらさんの青春時代。ますけどね、そうなんですよね。本田くんもなんかこう、はい、いろいろ質問とか。あ、そうですね。いつもエキサイティングなステージをやってるんですけども、うん、ステージでハプニングなんかありましたかね。He wants to ask you some questions, like, during your concert, you do all the exciting stuff. Is there any happening? But it's all big happening.全てが大きなハプニングじゃないかっていうか、あっさり言われて、そういうと思ってたんですよ。書いてあるんだもん。なるほどね。ここでなんか凪良さんの方から、はいはい、面白いというわけでございましてですね、まあ日本の常識と言われる問題でございますけどもですね、はい、それをですね、皆さんに答えていただこう、はい、だからといって、どうでもございませんけども、さてそれがその日本の常識がどのぐらい、伝わっているか、うん、諸外国に、そういう問題でございます。これは丸×で答えてもらいます、ね、はいはい。 This is who's playing the game using the board. If you think it's yes, please turn the circle. If it's no, it's cross, okay? いいですか、はい、1問目、はい、日本人は風呂に入るとき下駄を履く。 Okay, the first question. The Japanese, when they take bath, they wear 下駄. 下駄 is a type of a sandal.If you think it's yes, then this is true. Well, I would, so I say yes. That's what I do. Yeah, I'm aware as well. How about you? なんかみんなそうだって言ってます。彼はね、自分がそうだからそうだとか言って。ああ、じゃあそうじゃないですか。エイミどうですか？私は履きませんね。だけど昔、五右衛門風呂の時は履いたんですよ。それ鉄のお風呂の時は熱いから。だから両方とも OK という。わけのわかんない問題でございましたけどもですね、
2問目いいですか。はい。日本の家庭では冬、焚き火を空手で割るのが普通である。 In Japan, when they make fire in winter, they chop the wood using karate chops. Yes or no? No! No way! We're not that big, man. What a bad choice. 半分で分かりましたよ。これは悪い冗談だろうとか、そこまであれじゃないぞとか言ってるけど、うん、 ね、でもなんか丸出してる人もいますね、後ろの方でね。これは、はい、もちろんそんなバカなことはございませんね。 I'm not that stupid そこまでね、あれじゃないぞって言ってますね。はい、なるほど。はい、いいですか。え、日本の法律で死刑の方法には電気椅子と腹切りの二通りがあり、はい、刑を受ける者は好きな方を選ぶ権利が。This is a little hard, okay? In Japanese law, it says that the executioner has a choice between the electric chair or harakiri. Well, if it would be, well, be personal, if I'd have to choose, I'd take harakiri because I could keep the pride in myself. What do you think? But do you really think the Japanese law says that? Yes or no? Hi, 後ろでは×。How about you? What do you think? Harakiri is traditional. Hi. It's very traditional, yes. And if I be a Japanese... すごい、ハラキリっていうのはすごいほら、日本独特のものですよ。 I know what I do, but I don't know what the rule is. 自分だったらばね、当然自分のプライドでハラキリを選ぶけれど、日本は結構進んでる国でもあり、すごい古いものを大切にする国でもあるから、どっちだってすごい今悩んでますね。 What do they ask? If they got a choice, yes. If they have a choice or not. はい、丸というのは一人出ました。これはどうなんですか、凪良さん。Right now they only use the hanging. だけれども彼はそれがあった方がいいんじゃないかと。すごいみんなでね、いじめたい。Yeah, that if I be Japanese and any pride in me, I'd use the harakiri. 日本人だったらもね、no、プライドだったら絶対ハラキリを選ぶってるんですかね。ここで、ね、クラスの中でも一人だけ違うのを言ってみんなに後からいじめられるってパターンですか。 You know, the only thing they can take away from me is the pride. And if I use the harakiri, the pride will kill the guy with me. But if I use the hanging, the pride will still be there. やっぱりすごい向こうの人たちのハラキリっていうのね、プライドを大事にするっていう日本人とかを見てるんですよ。なるほどね。ということでここでまずプレゼントがあるんです。はいはい、こちらにね、ハノイロックスの皆さんがサインしてくれたこのプログラムですね、ジャパンツアー14年とこのサイン入りの、このプログラムを3名の方にプレゼントしたいと思います。ご希望の方はどんどんこちらの方の宛先までね、ご応募ください。はい、ということでですね、ハノイロックス、私の質問って何だったんです。はい、いや、要は本当はここで盛り上がってただのお遊びだったんですけど、質問が盛り上がってませんもんね。はい、ということでね、はい、ハノイロックスの曲とそれからハノイロックスの皆さんが本田君のレコーディングに参加してくれた「Hey Girl」という曲、はい、その2曲を続けて聴、いてみたいと思うんですが、それではね、ハノイロックス自身に、曲紹介をしてもらいたいと思います。君に聞いてみてください。 Right, the next track is from my first classic album and it's called Tragedy.Quite a good one too. Dig it, baby. Hey, ということで今日はハノイロックスの皆さんゲストに来ていただいたんですよね。恒例のこの落書きボードに書いてもらいたいと思います。結構メンバー多いんでね、少しずつ書いてもらわなきゃなんないんです。で、なぎらさん、どこにいるんでしょうね。なんかなぎらさんのボードの後ろに隠れちゃってね。いつもこのコーナーのここになると私一人しか喋らないんでね。本田くん、なんか言ってよ。皆さん背が高いですね。ここにいるんですよ、ここに。ね、見えなくなっちゃうね、だんだん。それだ、僕とナギラさん、明日、水曜日も出るんですよ。明日も出るの？明日も。あ、曜日行っちゃ出ないけど。私出ないんですけど、明日もこの2人は出るそうだ。そうなんです。みんな来てたのかな。はい、ということで、今こちらにね、ハノイロックの皆さんのサインが終わりました。それでは、皆さん全員でカメラの前でおやすみなさい。グッドバイ。Stay here, Jimmy.